だってもうここは柔らかいんだよ。コースがさ硬いけどさ、ここは柔らかいんだよ。疲れ、今シーズンも終わりです。今日朝早く行ったらめっちゃ雪が硬くて、もう立ってらんないぐらい硬かったから、日向ぼっこして、1時間ぐらい日向ぼっこしてちょっと寝てたして、その後にちょっと標高が低いところに移動して1時間ぐらい滑って、で今1時前ぐらい、夜から仕事なのでもう帰ります。あ、そう、それでさ、これ 2、3シーズン来たかな、2シーズンとちょっと来たかな。もう来年は新しいのにしたいから、これを捨てて帰る。ブーツもなんか新しいの買う予定で来年だから捨てようとしてるんだけど、いざ捨てなことになるとなんかちょっともったいない気がしちゃって、今考え中。でもまあ多分してる。中敷きだけ取っとこうかな。他の靴に使えるかな。まあ結構それでもこれも古いけどね、毛玉みたいになって。でもまだ穴とか全然開いてない。さすがやっぱいい靴は違うね。ホミのコーヒーにすればよかったかな。
菜食べる？サラダ食べる？いらない。サラダあまり好きじゃないの。え？そうだよ。コーン。コーンは？コーンあるよ。とりあえずこの野菜食べとかないとさ、悪くなっちゃうからさ。賞味期限も多分もう切れてるから。そうね、ドレッシングはね、今美味しいのがないからね。ドレッシングもあったら食べるでしょ。野菜だけだけど。ね、ごまドレッシング欲しいね。行かない感じ。ちょっと硬くなっちゃったからじゃない？ベーグルの魅力が伝わってこないと。でも美味しいじゃん。もう美味しいじゃん。え、でもこの間サンドイッチ作ったじゃん、ベーグルで。それは？具が美味しい。ん？具が美味しい。具が美味しい。あ、じゃあ具をなんか入れたらいいんじゃない？入れてるじゃん。そうだけど、うん、もっとなんか、だからそういうの見せてるじゃん。こういう風に入れたら美味しいんだよって。あのカシスのやつめっちゃ美味しかったけど。カシス、うん、だって明らかにキャンティのあのパンとかさ、うん、パン自体で美味しい。うん、え、これもパン自体で美味しいじゃん。だからそれは美味しくない、美味しくないじゃないですか。混ぜる意味じゃないの。うん、好みじゃない。美味しくないじゃない。美味しいじゃん。ベーグルだけで美味しいじゃん。だから俺はそれ伝わんないじゃん。だから好みじゃないってことよ。うん。そういう話してるじゃん。うん。自分が伝わんない。そういうの好みだから。うん。あと俺がいくら寿司が好きとは言ってても、私寿司食べないし嫌いですと言ってみるしさ。うん。うん、味が練り込まれてて美味しいな。うん、この噛み応えがある感じとか、うん、噛む感じもちょっともう汚い日だよ。すごい疲れる青が。ベーグルカフェ行きたい。でも私は言ったら、あの元も子もないけど、パンも美味しいけどご飯の方が美味しい。うん、なんかハムね。今週に帰ってきたら天気もめっちゃ悪いし、悪いっていうか結構曇り、いかにも雨が降りそうな感じ。今年のシーズン終わりはなんか寂しいシーズン終わりだな。スカッとしなかったな。これ全部食べちゃっていい？
と韓国のりを入れ足した。カシスのソースと、こっちがアップルパイのソース。今今日棚開けたら知らないシリアルが増えてて、しかも両方とも開いてた。これこの間バナナをめっちゃ配られた時に食べきれなくて冷凍したやつ。ちょっと上に打ったけど、ほとんどまだ全然固まってるから。